マンヤ公平は、大阪府大阪市東成区出身の元プロ野球選手。報道などで、病児をマンタニと表記する場合もある。ジップはかつて、高校の公式野球部で監督を経験。平田良介とは、実家が道を挟んで2軒隣にあるという間柄で、小学校1年生から中学校1年生まで、同じ少年野球チームに所属していた。 阪南大学高等学校から阪南大学に進学したが、高校、大学を通じて、全国大会への出場経験がないまま、大学卒業後の2010年に式イト岡山へ入部。しかし、登板機会に恵まれずに、1年限りで退部した。2011年から、クラブチームのミキハウスレッツに入部。2012年の都市対抗予選で、 企業チーム日大相手に高騰し、注目を集めた。この年ミキハウスレッツは、京都、奈良、賀予選で姿を消したが、マニアは、予選での高騰が評価され、近畿第3代表となった日本生命の補強選手に、選ばれた。そして本戦では、チーム3試合目の準々決勝で先発マウンドに、立った。2013年、千葉ロッテマリーンズを退団して、 ミキハウスレッツに加入した山田明親と2枚看板を形成した。山田からアドバイスを受けて、スライダーの投げ方が定まったという。都市対抗予選では2次予選で、三菱重工神戸、パナソニックといった全国大会優勝経験のある競合相手に高騰を続け、チームは敗退したものの満ヤは大阪ガスの補強選手に選ばれた。 本戦では1回戦で5番手として登板したものの、サヨナラアンダを打たれている。初出場を決めていた第38回全日本クラブ、野球選手権大会では、WA の一角として、活躍、準優勝に大きく貢献した。2013年の NPB 育成ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから2巡目で指名。育成選手として入団した。 ミッケハウスレッズの選手がドラフト会議での指名を経て NPB の球団へ入った事例は初めてで入団時の背番号は112。2014年には4月27日に育成契約から支配下選手契約へ移行すると共に背番号を62へ変更した。5月1日に初めての出場選手登録を果たしたが救援投手として一軍公式戦に試合に 登板しただけで5月6日に登録を抹消。6月22日の対埼玉西武ライオンズ戦に3番手投手として登板したところ一軍での初勝利を挙げた。育成ドラフト会議での指名を経て NPB の球団へ入ってから入団1年目に支配下登録選手として1軍公式戦で勝利を記録した投手は宮川進以来史上2人目。 セントラルリーグでは初めてであった。一軍公式戦全体では26試合に登板。1勝1敗4ホールド、防御率3.58という成績を残した。シーズン終了後には大学生時代から交際していた小学校教諭の女性と結婚している。2015年には7月5日にシーズン初の出場選手登録。しかし、 一軍公式戦4試合に9円で登板しただけでシーズンを終えた。イースタンリーグ公式戦で10試合に登板。1勝2敗、防御率1.63を記録した。2016年には故障の影響で1.2軍とも公式戦への登板機会がなかった。10月2日に球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で NPB から 自由契約選手として講じ。妻と共に地元の大阪へ戻ったことから、古巣のミキハウスベースボールクラブから復帰のオファーを受けたが、自身や家族の意向で現役引退を決意。2017年2月1日付で保険代理店イコールワンの営業職に転じた。同社には同じ年に戦力外通告を受けたチームメイト山下俊が入社していた。 この間には結婚したら人生激変。〇〇の妻たちのスタッフが夫婦への密着取材を観光。同月6日、放送分の同番組でその模様が紹介された。その後、2018年夏に設立した商品、サービス販売及び人材紹介事業を担う株式会社ココニーに転職し、取締役に就任している。ストレートの休息は、 最速時速1 4 9トル。得意な変化球はスライダーとカーブ、フォークボール。ありがとうございます。